公共曲補聴長,長はアーサー・サリバンが作曲した唯一の公共曲。初演は1866年3月10日に行われた。この曲はしばしばアイリッシュ公共曲と呼ばれる。サリバンが公共曲の作曲に着手したのは作曲家として駆け出しの頃の1863年であった。アイルランドで休暇を過ごした彼はこう記していた。 私は、風雨の中、家への道を急いで引き返していた屋根のない二輪馬車に乗っていると、公共曲の第一楽章全体がアイルランド風の色合いで頭に浮かんできたのである。他の楽章の断片もこの時一緒に現れた。サリバンが後年記したところによると、私はずっとこの曲をアイリッシュ公共曲と呼ぶつもりでいたが、それはスコットランド公共曲と比較されるもとだったので、 控えめにしておくことにした。この表題が楽譜の表紙に書かれるようになったのはサリバンの死後の1915年に出されたノベロ社の版からであった。初演は1866年3月にロンドンの水晶宮で行われた。この演奏会は人気の歌手であったジェニー・リンドが共賛し、さらにプログラムの前半で彼女が歌を披露したため、 会場には三千人の聴衆が集まった。式を行ったのは、以前に、サリバンの不随音楽、テンペストのロンドン書演を受け持った、アウグストマンスであった。公共曲の評判は好ましいものだったが、音楽評論家たちは、当時から他の作曲家の影響を見出していた。タイムズ氏はこう論評している。サリバン氏は一年と一日ほどの間、メンデルスゾーン、ベートーベンも、そして、 何よりシューマンをきっぱり立たなければならない。1960年にサリバンの音楽を研究したガーベイズ・ヒューズもシューマンとシューベルトの模倣を見出している。この公共曲はサリバンの生前は頻繁に取り上げられていたが20世紀に入ってからは演奏機会に恵まれなくなった。しかし近年になって再び注目を浴びるようになってきており2006年10月の 1> 第1回イングランド音楽祭のオープニングコンサートでは、プログラムのメインを飾った。CD 録音は4種類が入手可能で、新たな研究に基づく楽譜が、ドイツのムージークプリダクションにゆるゲん夫フ,フリッシュから出版されている。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルン4、トランペットに、トロンボーン3、ティンパに、言語部約35分4楽章制である。 アンダンテの導入は、金管楽器によって、主音と俗音のユニゾンが普天のリズムで奏されたのに、対し、弦楽器がメンデルスゾーン風にドレスデンアーメンの音形で応答するところから始まる。続くアレグロの主部の評価は二つに分かれる。イギリスの音楽雑誌グラモフォン誌は1969年に、次のように記している。ホタンの第一主題は、型の上で、またリズムや、 調整も非常にメンデルスゾーン風かもしれない。しかし、これはサリバンの偽りのない想像力の豊かさを示す最初の印となっているのである。一方、ヒューズはそなた形式の扱いはよくできているものの、第一主題のバイオリンのカンタービレで高く舞い上がった機体はわずかな小節目にして砕け散ってしまう。都庁長の第二主題が提示された後、展開部を経て、 両主代が再現され、保単調のまま悲劇的に締めくくられる。露長蝶の第二楽章は、メンデルスゾーンを強く思わせる戦律に基づいている。これは、ホルンとアルトトロンボーンのユニゾンによって、救世軍が扱われた後にも続いていく。そして、最初に、オーボエに出て、次に、バイオリンに出される、シューベルトの未完成交響曲の模倣が華々しいフレーズで、頂点となるのである。 スケルツォの第三音楽章は、波長長で、批評家からの評価は、最も良かった楽章である。ヒューズはこの楽章が、印象的な公共曲のスケルツォの形式の代わりに、アブカという楽区パターンの後に、B による短いコーダがつく形になっていることを指摘した。エドワード・グリーンフィールドはここで、チューベルトの公共曲、グレートとの驚くべき類似性を聞き取っている。 この学章の快活な主要主題は、サリバンが常に好んでいた楽器の一つである、オーボエによって提示される。ロンド形式による、修学章には、特別に独自性を発揮した点は見当たらないが、グリーンフィールドはこの学章で見られるのが、オペレッタのトレードマークとなったような、デスカントの一つであるとコメントしている。ヒューズはこの公共曲を次のように要約した。期待の持てる。 第一学賞とわずかばかりの主題の発展がありながらも、この公共曲は満足な成果とはみなされ得ない。ここでは、本当の自発性はほとんど見出せず、過剰な素材は機械で作られたように思われる。対照的にグリーンフィールドの下した結論によると、この公共曲は、ほとんど何も禁じられることのなかった、ビクトリア朝時代の芸術の魅力的な一例であるという。 注釈出典、ありがとうございます。